第一種電気工事士筆記試験の問9のですね、平成20年の問題です。消費電力120キロワットから力率が 0.6 遅れですね、の負荷を有する高圧受電設備に高圧深層コンデンサーを設置し、力率を 0.8 遅れですね、改善したい。必要なコンデンサーの容量はいくらかと。まあ、いくらかのコンデンサーをつけるかということですな。はい、これはもう公式がありますんでね、必要なコンデンサーの容量を 9kbとしますかね。9イコール P、括弧タンゼントシーター1、タンゼントシーター2ですね。はい、それでまあこれ P です。タンゼントシーターというのはですね、コサインシーター分のサインシーターですから、これを入れますと、P のところが120。からコサインシータが 0.6、 したがってサインシータ1は 0.8 になりますね。それからコサインシータは 0.8 で、それからサインシータ2が 0.6、 こういうことになりまして、これがですね70キロバール、答えはロになります。